トルガルト峠は、キルギスのナルイン州と、中華人民共和国の新疆ウイグル自治区、ウルグチャト県の間にある峠。天山山脈を越す。標高は3752メートル。キルギス側には、名称チャティル=クルがあり、道は、ナルインからバルイクチ、ビシュケクへと至る。道幅は狭く、冬には、豪雪や、それに伴う雪崩で頻繁に通行止めとなる。中国側には、峠から 110km 地点のキジルス、キルギス自治州、ウルグチャト県に、トルガルト通関が置かれており、旅行者はこの税関を通過しなければならない。峠からウルグチャトまでは 110km、カシュガルまで 165km、アルトゥシュまで 170km、そして、ウルムチまでは 1630km ある。1881年に、ロシア帝国と清が峠に通関を設けた。1906年には、ロシアの中ロ運輸銀行が、峠からカシュガルまでの道路建設に2000万ルーブルを融資している。新疆とキルギスを結ぶ役割は1952年に、ここから南西に 165km のイルケシタム、峠にとって変わられ、1969年には、中ソ国境紛争の影響で封鎖されたが1983年に通行が再開された。1995年には峠から 57km ほど下ったカシュガル近くの標高 2000m 地点に通関が移された。カシュガルと中央アジアのフェルガナ盆地間に鉄道の敷設が計画されている。ありがとうございます。